ただいまご紹介を預かりましたダン・トムソンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。私はこの舞台に立つことはありえないだろうと思いましたが、この度このような素敵な機会をいただき、とても光栄に思っております。さて、私のテーマは日本の神様、イギリスの王様。つまり日本ではお客様は神様と言われています。イギリスではお客様は王様と言われています。私のスピーチは顧客サービスについてお話しさせていただきたいと思います。今から14年前、私は初めてラーメン屋に入りました。戸をガラガラと開けた瞬間に、中からいらっしゃいませと大きな声で笑顔で何人かの店員さんが言ってくれました。私は本当にびっくりしました。でも少し日本の生活に慣れた頃、あ、このいらっしゃいませというのはお客様を歓迎するための言葉であって素敵だなと思いました。それからいらっしゃいませと聞いたら、なんだか少し嬉しい気持ちになりました。今度はガソリンスタンドに入りました。ガソリンスタンドに入ると、そこの店員さんは大きなジェスチャー付きで、オーライオーライオーライ、はいストップと誘導してくれました。それから帽子を取って深々と頭を下げ、いらっしゃいませとまた笑顔で言ってくれました。ガソリンを入れてる間に窓ガラスを拭いたり、ワイパーをきれいにしたり、灰皿やゴミを取って捨てたり、すごく親切に接してくれました。またお支払いの時、少しかがんで5200円でございますと元気よく言ってくれました。そしたら走ってお釣りを取りに行きました。そのガソリンスタンドは他のセルフサービスよりも少し高かったけれども、私はしょっちゅうそこで気持ちよくガソリンを買いました。私は北海道の小さな町に住んでました。そこで毎年秋祭りで住民の人たちがみんなで町をきれいにする習慣がありました。お年寄りから業者の人、学生や幼稚園の子どもたちまで、みんなで町をきれいにしました。どうしてそんなことをしますかと教育長に聞いてみたら、いくつかの理由もありました。まずは町をきれいにすることで観光客の方々が気持ちよく町を訪問して気持ちよく帰っていき、それからまたその町に遊びに行きたいという気持ちを与えるためでした。それからもう一つの大きな理由もありました。それがお客様は神様だからとその教育長に言われました。だからこういうような無奉仕なサービスをするんだ。あ、なるほどなと思いました。だからどこの店に行ってもうまい言葉や対応をしてくれるんだと教わりました。日本に行くまでにはあまりイギリスの顧客サービスを深く考えたことがありませんでしたが、日本の神様からイギリスに戻ってきたら顧客サービスの乏しさを初めて気がつきました。まずはあるファストフードレストランに入ったら、メニュー表にスマイルイズフリーと書いてありましたが、私は一度ももらったことがありません。皆さんも同じような経験いくつかがあるではないでしょうか。一般のレストランに入ってみたら、まず歓迎する言葉がなくて少し緊張気持ちで、そのレストランに入って若干申し訳なくて、あ、テーブルが空いてますか
と自分から聞かなければなりませんでした。コンビニも同じです。日本のコンビニで一個のおにぎりを買ったとき、財布に小銭合わせなくて1万円札を出しました。そこでその店員さんは、あ、はい、よろしいですよ、110円でございますと言ってくれまして、私はホッとしました。ところがイギリスのコンビニに行ってサンドイッチを買いました。20ポンドを出したら、え、小銭ないの？とすごい冷たい態度で、面倒くさそうな顔で聞かれ、私はすごく嫌な経験をしました。クリスマス前には私は新しいテレビを購入したく、近くの電気屋さんに行きました。そこで自分の予算とどのようなテレビが欲しかったか、その店員さんに全部説明しました。そうするとその店員さんが、全く違った予算の倍ぐらいのテレビを勧めてくれました。全く私の話を無視した対応でした。ですから自分の家に戻って、インターネットで適切なテレビを探して、そこで買いました。しかも無料配達でした。果たしてこういったサービスは売り上げにはどういう影響を与えるかと聞いたら、2009年のジェネシス・テレコミュニケーション・ラボラトリの調査によると、なんと15億ポンドの損益を出したそうです。イギリスの会社では。また2010年のサットメトリックスのリポートによると、1000万人の顧客が現在の契約を解約して他の企業に変更したそうです。その主な理由とは、 23% は不当なチャージや通過料金、 22% は不良品で、 19% は係員の悪い対応で違う企業に変更しました。さらにリテールアイズリポートによると、消費者の 74% の人は、より良いサービスを提供してもらえるなら、その分のお金を出す気持ちを持っているそうです。こういった結果から、イギリスの企業は新しい顧客を引きつけるための宣伝やマーケティングをするよりも、カスタマーケアにもっと力を入れるべきではないでしょうか。神様にならなくても、イギリスの企業には顧客をもっと大切に預かるべきだと思います。イギリスの接客業に携わるスタッフも、日本みたいな接客のトレーニングを受けたら、イギリスのサービスも少し変わってくると思います。これから日本の良いところをイギリスにどんどん普及していただきたいと思います。皆様、ご清聴ありがとうございました。